どうも、ことです。今日はね、バンプオブチキンの、ハローワールドの解説をしていきます。ハローワールドの解説をしていきます。で、チューニングなんですけども、全弦一音、ごめんなさい、全弦半音下げですね。で、BPM が212です。はい。じゃあ早速解説をしていきます。はい、じゃあ最初の頭の部分からやっていきます。はい、じゃあ次もう一本のギターの方をやっていきます。ここなんですけど、最初の1本目のギターなんですけど、これは6弦の2フレットですね、をずっとブリッジミュートです。あ、ごめんなさい、最初にパワーコードで、ジャジャンってやります。次が5フレットまでいきます。ここも最後はパワーコードで5フレットですね。で、次もう一本の方なんですけど、これは3弦の9フレットと4弦の9フレットです。どっちでもいいです。2弦の5フレット、3弦の4フレットでも。こっちの方が響くかもしれないですね、いい感じに。はい、じゃあその次のパートやっていきます。まずコードの方から。はい、ここはまた右上らへん、左上らへんにコードネーム出すんで。はい、で次もう一本のギターの方なんですけど、これちょっと寄りますね。言えるかな。はい、これはちょっと説明難しいんで、ゆっくりやるんで。で、またこの先なんですけど、今まだ PV の、なんかアニメの PV でしか、音楽聴けない状態なんで、またフルが出たらやっていこうかなと思ってます。はい、じゃあまた定期的にやっていくんで、よかったらチャンネル登録お願いします。で、また下の概要欄に SNS の URL とか貼ってるんで、よかったらフォローしてください。ではまた。